おはつらあつ森やっていきます。朝株を買いました。買えるだけ、100、200、1、2、3、4、5、6、830株ですかね。さあ今回は最初の株価108ベルからさあどれぐらいになるかな。回って鉄鉱石だ。ダンボールだ。ダンボールいらない。よしで株買って、タヌポートにマイルポイントもらいに行っただけ。もう目の前に。どうした？いや、お出かけかい。お疲れ。おしゃべりしよう。せっかくこの趣味来たか。料理の話ね。で今回はちょっと珍しく4月じゃないね、4時ぐらいの時間にやっております。暇だったんだよね、ちょっとさて、松根吉が来ていらっしゃいますね。というわけ で博物館も、無事改装されています。今日の放送はそんな感じでしたね。はい、何でしょうか。しのさん、島おこしの活動はどんな調子ですか。まあまあですね。橋にお金を入れていただけませんか。今日お呼び止めしたのは、またしのさんにお渡したいものがあるからなんです。はい、何ですか。ロケットのレシピなんです。島にロケットはいらない。良い飾り場所があれば理想ではありますが、作ってみるだけでも楽しいと思いますよ。なんです。ありがとう。みんなジャージ着てんな。運動の時期ですか。はい、そうでしょ。そんなで今日はまだ常吉ちゃんに話しかけたいところなんだけど、株を買ったせいで、お金が1019ベルしかないので、まだちょっとお金を稼いでからにしましょうね。今日の高額買い取りは折り昨日ちょうどもらったけど、でもあ、すごいロケットだ。星のかけら使うんだね。折りってさ、でも鉄鉱石でしょ。ほら5個も使うよ。ないわけじゃないけどさ、とりあえずまあ化石かな。家に株置いてこよう。あ、なんか来てたわ、そういえば。買ったよね。ちょっと待って、なになに？びっくりした。びっくりした、なに今の。あ、くいん？なに、なんですか？え？今何も言ってませんよ。1919ポイント、ランク B、セット家具を揃えておくとおしゃれな感じが出ますよ。簡単に取られるものもあって。あー、マジ？意外とポイント高かったわ。え？何買ったっけ？ジャングルジムだっけ？これも飾りましょうか。株を置こう。ちょっと危惧してることがあってさ、ちょっと伐採とかしたじゃないですか。あれでなんかこの間いただいてきたさくらんぼとか切っちゃってた、なる前のに気づかなくて切っちゃってたらやだなって。あ、金のなる木がゆみさんの家の目の前に。カマキリとテントウムシ。これどっちか捕まえたらどっちかいなくなりそう。もう金稼げた。やっぱりどっちの方が高かったんだろう。タガメは水中で生活しておりまして、カエルや大きな魚なども食べてしまう肉食の虫です。
大きなマイヤー足を上手に使ってヘビをも仕留めてしまうワイルドさが水中のギャングと呼ばれるゆえんです。カメムシの仲間と聞くと油断しちゃいますが、刺されるとそれはそれは痛いそうですよ。ああ恐ろしや。足跡の化石はですね、カーデや砂漠などの柔らかい土について足跡が化石になったものです。この化石から分かるのはその生物の行動範囲や群れとの関係性。あそこに何のとか決まってないんだ。最近では体調や歩き方、歩く速度なんかも推測することができたりするのです。漁業時代の日常に起きていたドラマを身近に感じることができるすごい資料だと思いませんか。はい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 。そうがらりと変わってね。あんた嫌なことは嫌だってはっきり言える口かい。言えないです。もし口にするのが苦手ならいやいやリアクションを使うといいよ。いやいやってね。でもどっかの国では反対の意味になっちまうんだっけ。まあ好きなように使っておくれ。お疲れ。どこだろう。いやいやいや、ま、バスタオル気に入ったの。掃除機、掃除機か。掃除機はね、あげよう。リアリー掃除機かい。そんなに驚くこと。あ、ほんと。今度もがやするときにも使わせてもらおうかな。で、え、結構ない気持ちいただきました。ただで、ね、落としたものなのに。ありがとう、ありがとう。嬉しいから水撒いてあげる。こうやってやるんだよ。見とけ、覚えとけよ。魔女ハットいいな。フリルにあげたい。あ、でもこのメガネもフリルにあげたい。あ、いつも来てくださってくださってありがたいんですけど、ちょっと柔らかくなった。してきてくださったのにごめんなさい。今ちょっとごめん。へへへ、でも仲良くなってきてるぞ。魔女の帽子、これ好きでしょ。こういうの好きでしょ。ちっちゃ。あー結構くれる。いくらだったか覚えてないけど、ありがとう。もう取れてるかもしれんわ。あ、私のデザインした服着てくれてる。お前そこそこいいやつだな。探検帽はこいつからもらった気がするから別のやつあげよう。これだ。お、うん、どんな反応。あ、ほんと。よし。あ、アーガイルベスト、え、好きそう。アーガイルベスト好き。紫。私が開けたなんかよくわかんないマスク、一回もつけたとこ見たことないけど。あー、もう完璧です。若干色味があれだけども、これ。お前最高か。ちょっとお前のことちょっと誤解してた。髪色と髪型変えたいんだけどいいかな。ダメだ、それはダメだ。さすがにやっちゃいけない。でもズボン変えたい。あれ待てよ、黒みの置いたチェックのパンツが欲しい。ゆきみさん、あ、座ってるだけだよね。何してんのかと思っちゃった。あ、物が開けられない。また後で。あ、いやあ、こんにちは。これあげる。あ、お話しするの忘れてた、クリスト。嬉しすぎて。探検棒あげる。あ、あんまり。本当？あ、君は帽子をしっかりかぶれるタイプだね。あ、色は好きそう。あ、ありがとう。これももらいもんだから実質ただでいただいたものだね。お前すっげえかっこになったな。なんだっけ。
なんだっけ、名前が名前忘れちゃった。わ、すごい、なんて暗くなる家なんだ。ベッド、なんかラブホみたいな、なんでもないです。ごきげんよう。たまには家でゆっくりするのもいいわね。やるわね。ターシャだ。おしゃべりしよう。植物には空気もされることながら、見る人の心も清めてくれる、そんなパワーを持ってるような気がするの。当たり前のような存在だけど、今日に限らず常に感謝の気持ちを持って接するべきなのかもね。やるわね。なんか若干音が、私なりにこだわってるつもりなの。好きなだけ見ていってね。やるわね。君とは気が合いそうだな。でも傘立ては外に置いた方がいいぞ。外の屋根の下に置いた方がいいぞ。私こいつとさ、あ、じゃあここじゃねえわ。ビリーとさ、まともに話したことあんまないんだけど、話させてほしい。トミー、そろそろプレゼントあげられないかい？あげられないか。ガラマのフリースって丈夫だし、動きやすいし、いいよね。君が着てるやつかい？あったかそうだね。僕しょっちゅう汚しちゃうから、段階洗ってもへっちゃらっていうのが助かるんだ。あ、目立たないからってこと？なんでみんなそんな、なんかさ、音が若干なんか変調するような、若干怖い感じの曲聴くの？あ、君にあの眼鏡をかけてもよかった。普通にお話しするの忘れてた。ノースリーブ、これだな。うん、お色好きなんだよね。どこに飾ろうかな。ありがとう。422ベル。これもなんか多分パチンコで落としたやつだから、今日めっちゃ得してるわ、プレゼント。でもなんかクリスが抜群に好みの色をくれたのがすごい嬉しかった。ハッピーオーマーカービーの結果はもう見た？意外と高かった。僕はまあまあいい感じだったかな。これこれこれ、君色的には好きでしょ。まあこれは釣りスカートじゃないですか。ちょっと着させてもらいますね。私似合うかしら。あー、いいね、子供っぽい。ちょうどこういう感じのものが欲しかったんです。520ベル。これいくらしたかわかんないけど、多分1000ぐらいはしてる。たまにプチッって開けるの何？あ、なんかプレーンって言った。どうせなんか多分、あ、博物館にいるわ。あー、これはこれは篠さんやないですか。どうもどうもどうも。先日は作品をお買い上げいただいて誠にありがとうございました。いや、精神病とは居心地も人もええですよね。惚れ込んでしまいました、いろんな意味で。もう前からしたらカモばっかりやろな。実はこちらの島の皆さんにも自慢の商品をお手頃価格で提供させてもらうことに決めたんですけどね。何も貴重な品を扱ってますんで、十分に信用のおける方限定で店のご案内しようと思ってるんです。お客さん綺麗な目をしてはりますわ。素晴らしい美術品や家具の数々、ちょっと見ていかれへんません？気になるかも。そうでしょそうでしょ、今日も A 品をこっそりお持ちしてますよ。あ、いえいえ、別にこっそり言うてもやましいことなんて一つもないんですけどね。まあまあまあ、ともかく後で北の浜辺へ来てみてくださいって公開はさせませんよ。へっへっへ。無理やり連れてかれる？あ、そんなことなかった、消えた。まあ皆さん、今なんでこんなに私がこの格好をして喜んでいるか、わかる方にはわかるかと思うんですけれども、さすがに一人で盛り上がりすぎなので、言いますと、私ですね、まあ、皆さんときめきメモリアルはご存知かと思うんですよ。ギャルゲー、あれの乙女ゲーム版があるんですよね。知ってますか？知ってる方は知ってると思うんです、ときめきメモリアルガールズサイドっていうのが。で、私ですね、あの3のサードのしたら先輩がもう学生の頃にプレイしてからずっと大好きなんです。
もうずっと一番の推しキャラなんです。で、その人の、まあ、特徴的な格好というか、が、この格好なんですよね。お、しのさん、来てくれはったんですね。お待ちしておりました。ほんまにすいませんね。こんなとこまでお呼び立てしもうて。ほな、まずは軽くうちの店のことご説明させてもらいましょうか。うちは稲荷マーケット言うて、海外や彫刻なんかの美術品や珍しい家具を扱わせてもらってます。誰もが知ってる有名なアート作品は、この辺ではなかなか買えないレアな品物に、必ず、ま、ご満足いただけると思いますよ。ちなみに美術品はほんまに貴重な品なんで、お買い求めをお一人様一点ずつに限らせてもらってます。さ、まあとにかく見ていってください。へへへ。いや、私さ、偽物とさ、偽物じゃないのの区別つかないんだけど。はい。どっちだろう。あ、じっくり見るがあったね。でも見てもわかんないよ。後ほどきっちり梱包して自宅まで送らせてもらいます。つまり今すぐ来ないの？あ、そういうこと？あ、そういうことか。こういうのも買えない？絶対そんな高くないでしょ、これ。あんまり嘘つくと怒るよ。特にないその方は今しばらくお待ちくださいね。今すぐ手元に欲しいお気持ちはよくわかるんですけど、こればっかりはすんまへん。いいよ、それぐらいはいいよ。偽物だったらブチ切れるからね。ありがとうした。まあだからさっきの話に戻ると、だからあの髪型をちょっともしゃもしゃにして金髪っぽい色にしたいなと思いました。すぐ届かないのか。何しよう。あ、そうだ、博物館にティーチャーたちがいるか確認だけしよう。今日はそれで終わろうかな。あ、セレモニーができるはずだから、それやって終わろうか。どこにいるかな。男どもはどこにいるんだ。何これ、こんなのあったっけ。こんなのあったっけ。え、あ、これがあったから。すごい、デメリギスと竜宮の使いだ。長っ。それでこれがあるのかな。あ、なになに、なんか見たいんだけど、もっとちゃんと見たいんだけど。カメラか。あ、角度変えられない。ちょっとカメラ一緒にこう、なんかまあいいか。いないね。どこだどこだーい。どこだろう。化石コーナーとかいそうだよな。
とは新しくできた美術展？一番最初に買ったやつは飾られてるはずだから、とりあえず見てみようか。どんな感じなのか。わあ、蜂だー、びっくりしたでもあんまり来てないからね、増やしてから。あ、タガメか。こんななんかさ、自由にいていいもんなの君たち構えてない、これ構えてるよね構えてらっしゃいますよね。そんな構えないでください。おお、うるせえ。カブトムシとかかな、やっぱここ。お前もそこか。いや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 、わわーとか言っちゃった。ワクワクさん、こんな声だっけ覚えてない。めっちゃ見てたけどね、作ってワクワクだっけ。これがか、なんだかと、飲みか。飲みにしたらでかくねえか。思いっきり殺す道具があるね。いないぞ。わあ、すごい。びっくりした。でも綺麗やな。絶対こんなとこいたくないけどね、実際にこんなところがあったら。触れ合いコーナーってなる。化石かな。そもそも博物館にいない説だとしたらどこ。お店とかはいなかったもんね。まあでも化石かな、完成したものとかあるし。美術展ができたから美術展説もある。ほい、三葉虫ね、ミイロクンミンギアね、ダンクロオステウスね。お、サメの歯、やっぱりこんなん。タランチュラここに入れられんの？そういうことじゃないよね。あれ捕まえたやつじゃないよね。さあ、私の起動したタランチュラどこに行ったんだろう。じっくり見てないからわかんないや。うわ、体だけがね。わ、すごい、ここ。プテラ？ケツあるか。アラサウロロフス。足跡。ディノニクス。ストッチョウ。ないよね。ないわね。え、いなかったら心配なんだけど。マンモスだ、でっけえ。
いない。違う。いないわ。待て待て、まだ美術展がある。でも絵画1枚しか飾ってない美術展に来るなよ。何もない感じ。どこだ。あった。いなさそう。いないよ。ほら、どこ。じゃあ見落とし。ピカソをはじめ後の画家たちに多大な影響を与えた近代画家の父セザンヌが描いた静物画、見たままも写実的に描くのではなく多角的な視線から造形の美しさに迫っている。対象物が漂わせる雰囲気や見る者の内面も描こうとするこれまでになかった絵画らしいです。いや、芸術関連はマジでわからん。あ、スーツつけてます。あ、上についてますね。お、三つ星になった。最近話題の島として安定的な人気が出ている状況です。話変わってきた。具体的にされたご感想の例を読み上げますと、精神病棟。いい場所って最近よく耳にするんだ。機会があれば行ってみたいよ。絶対トタケケじゃん。とのことです。ちょっとちょっと、今の当初最後の名前、Kって書いてあったんだもん。え、書いてありましたけど。それ多分、いや絶対本物のトケタケさんからのメッセージだなもん。すごいじゃないですか。とうとうとたけけさんご本人にこの島の本当の絵を知ってもらえたんですね。しかも機会があれば行ってみたいって書いてありましたから、ご招待すれば来ていただけるんじゃないでしょうか。そうだもんね。しまくり近づいてきたぞ。うん、ライブのオファーをするなら今がチャンスだのも。よし、そうと決まれば。何させる気だ。うん、何も、特に私は何もしなくていいのか。もういいか。あ、もしもし、こちらトタケケ様の番号でお間違いないでしょうか。え、ご本人直通。私、精神病棟にありますタヌキ開発の。あ、それ、そうなんです。この度はトタケケ様から貴重なメッセージをいただきまして、それでですね、実際精神病棟に関心を持っていただいているならぜひ一度トタケケ様をご招待できればと思ってまして。はいはい。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、では詳しいことはまたすぐにメールで。住民一同楽しみにしております。よろしくお願いします。もしかして来てもらえることになったんだもん。まあ、おめでとうございます。早速だと明日もありえるらしいけど、スケジュールを調整してまた連絡をもらえるそうだもん。しのさん、おかげでついに目標が実現できることになっただもん。ライブの開催日にはまた放送で告知するから、しのさんもぜひトタケツさんのライブに参加してね。やった。しのさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。セレモニーをします。はい、じゃあ明日かな。いつなんだろうね。ぎゅうぎゅうだな。見えてない人がいる。でもいっぱいいる。はーい。手叩けてないの面白いな。この精神病棟はご覧の通り、目を見張るほどの進化を遂げているならも、それもこれもいつも協力してくれる精神病棟の皆さんの、はい、リニューアルした博物館を代表してフータさんに挨拶。ではフータさん、一言お願いしたいなも。精神病棟の皆様、いくも博物館の運営にご協力いただき誠に
ありがとうございます。まあ大体私なんですけど、おかげさまで展示数もかなり増えており、まあ私のおかげなんですけど、この年で盛り上げていきたい所存です。はい。そしてこの度念願の美術品の展示室を増設させることができました。精神病棟の文化的発見に貢献するためにもより一層運営に力を入れてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。わーい。皆さんどうもありがとうございました。次、薬物館のリニューアルに、まあこれに関しては私はかなり多大な貢献はしてると思うわ。はい、だね。よし。よー、お疲れー、バイバーイ。